カウントダウン TV さんもミュージックステーションさんも日本のテレビでやるときは7人バージョンだ。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。カウントダウン TV さん、次回が6月の17日ですね、月曜日7時から第1弾アーティスト発表。わーお、 XG がライブライブ初パフォーマンスって出ましたね。なるほどなるほど。やば、他にもね、いろいろなグループさんたちがいらっしゃって、第1弾って書いてあるから、まだ他にもいらっしゃるっていうことなのかな。ここですね、 XG さんたちが3行目に。わーお、アイリトさんたちいらっしゃるので、注目度みたいなところで言うとね、ありそうですし、あとはその2時間スペシャルっていうところもあると思うので、ちょっとね、視聴率の部分でも増えるんじゃないかな、視聴者さんがっていう風に期待したいなという風に思ってる部分ですかね。これと合わせて見たいのが K-WAVE さんのやつなんですよ。で、今日のシンプリー K-POP さんとかも出てますよね、映像がね。これちなみにちょっとあの K-WAVE さんのやつ、バチバチブラックスタイルの方、ハビちゃんとかは髪の毛色変えられますもんね、何色で来るかっていうね。で、結構目とかがっつり入れてるバージョンの方と、もう少しこうナチュまあナチュラル一般的にはナチュラルではないけど、 XG さんたち的には抑え気味みたいな雰囲気ですよね。それでいくとハンドマイクではありそう。目の色変えてきたらやばいですね。結構だから強めの K-WAVE さんぐらいやるかどうかですよね。いやー、ひなたちゃんやばい。うわー、制服スタイルみたいなのがメイクかわいい。そう、メイクの雰囲気でいくと制服スタイルなのかななんていうふうにも思ったりもしたんですけど、でも一回やって衣装で来るかなっていうのもちょっとありますよね。まだ用意してない衣装で新しいニュアンスのもありそう。ちょっとシンプリー K-POP さんのやつ、7人体制のやつちょっと見てみていいですか。あ、本当だ、全員ヘッドセットですね。わお、やば、あー、ほほほほほ、はー、マジっすか、これで一発目来なかったってことか。さらーって7人バージョンになってんだけど、ちょっとだからてっきり今回はオールラップ曲だから、ダンスについては少しダンサーさんたちの演出みたいなものも含めてやっていくんだなっていう認識でもういたので、7人バージョンもそれはあるよね。っていうことはカウントダウン TV さんもミュージックステーションさんも日本のテレビでやるときは7人バージョンだ。ニュアンス的にはダンサーさんの踊っていた雰囲気と全く全然違うものっていう感じではなかったので、似てる部分もあるとは思いますけどね。あとはヘッドセットがどうかっていうところですかね。パフォーマンスもしっかり見せたいみたいなところもあると思うので、初じゃないですか、それもあるのかな、可能性としては。逆にバックダンサーさんがいたからこそラップに専念してハンドマイクでのパフォーマンスができたっていうところでもあると思うので、ダンサーさんつけないっていう風になるとヘッドセットの可能性もあるかな。2時間スペシャルでどのぐらいの位置で出てくるかっていうのもありますよね。終盤で XG さんたちってことは多分ないと思うので、最初の方の1時間ぐらいで出てくるかな、どうかなっていう感じですかね、もしかするとね。あとはアイリットちゃんたちとあれコラボとかあるかな、 TikTok コラボとかね、なんかよかったらしてもらいたいなというふうに思うところでございますかね。はい、ということでちょっとこれはいろいろと楽しみだなっていうところもありますし、プラス衣装がどんな感じになるのかなっていうところもありますし、あ、でもね、ちょっと思ったのは新しいので来る気がしてます。なんとなく新しいので来そう。ヘルメットとかはもう一回やったから、ヘルメットとかじゃないような気がしてきました。ここ数日の衣装の雰囲気見てるとすごい引き出しがありそうな気がしてて、めちゃめちゃこだわってそうで、でそれでいくとこの狼スタイルのこの T シャツのやつってまだ出てないですよね。これまだですよね、この衣装。ここで狼来そうですよね、 これね。あ、てか待って、そう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 、 XG さんたちが1位取れるかもっていう、まあ実際の可能性的には1位とは差がちょっとあるかもねっていう話だけれども、トップ3が入ってるっていう話ですよね。ね、なんか1位の候補には上がったみたいな、すごいですよね。1位取らせてあげてほしいですよね、取らせてあげたいですよね。そこの候補に上がるっていうことは前進というかね、すごいことでもありますよね。まあ前向きには捉えられるかなと思いますけど、という感じで今日はカウントダウン TV さんのお話とシンプリー K-POP さんと K-WAVE さんのね作品も見ていったというところでございまして、7人体制が非常にまたこれ楽しみだなというふうにね、座礁を含めて日本でやる音楽番組は7人体制というところでもございますので、そちら期待していきたいなというところで、おそらく衣装は M ステこれなんじゃないかな説ですね。というところで皆様の予想だったり何だったり、いろいろまたコメント欄でいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ということで現場から以上でございます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。